筒井城の戦い。筒井城の戦いは、A68 年1565年から A611 年1568年の間に、筒井純慶と松永久秀によって、山和筒井城周辺で3度にわたって繰り広げられた工場戦を含む合戦。同時期に、山和では本校の戦いと並行して、東大時代仏殿の戦いも起きている。 筒井淳慶は陽明を、藤正と良い,い父、筒井淳昌と母岡田の間に、天文十八年、1549年三月三日に生まれた。しかし、それから二年後の天文二十年、1551年、に父は二十八歳で病死してしまう。その後筒井氏は、宿老の森義幸、東西京、松倉重信の三人に守られながら、大和の国人衆と、 筒井島を従えてゆく。この時、筒井島の当主である淳慶は、まだ幼く、大和に、松永久秀が侵入してきた。まず久秀は、杉山に、山城、杉山城を改修し、ついで奈良に、多門山城を築城した。筒井城から見て、西と北から、筒井城を建制する体制を整えたと思われている。 久秀が本格的にヤマトに侵入してきたのは、A62 年1559年からで、平信から東山内にかけて、筒井島に属していた国人衆の諸城を攻略していった。しかし、なぜか本格的な筒井城への攻撃はなかったようである。詳しい理由は分かっていないが、筒井城を支える、より奇襲の城を落とすことで、 自然と孤立して弱体化するのを待つ標法であった。ここには、軍学家として優れた、久秀の戦術観が見られるとされている。久秀は、純慶と対立していく一方、もう一つの敵を作ることになる。それは、三好三人衆である。かつて久秀が仕えていた三好長慶は、最盛期に紀内と四国にかけて九カ国を支配下に置く、当時日本最大の国大名であった。 しかしその長兄も、飯森山次郎で病死すると後目をめぐり、対立することになる。A6 の編では、三好三人衆と協調路線を取っていた、久秀であったが、分別、再確認に優れ、武勇は、無双、体欲心深いと国評を得た人物だけに、三好三人衆と、ことごとく対立していくことになる。それが表沙汰になったのは、三好三人衆方であった。 三好康長と、篠原長房らはかり、阿波久と称されていた、足利義秀より、久秀打倒のご教書を得たことによる。これにより、双方の対立が決定的になった。長兄のおいで、三好氏の当主となった、三好義継や三好三人衆と、筒井淳慶は同盟を結び、半末長軍を結成することになる。a 6八年。 1565年11月16日、手始めに、三好軍は、松永軍に属していた、飯森山城攻撃した。しかしこの動きを察知したのか、飯森山城の報復であったのか、二日後の11月18日に、筒井軍と補調が揃わないうちに、松永軍が筒井城に攻撃してきた。奇襲攻撃であったと思われている。当時相手方に使用されないよう。 退避する場合に城を焼くのが常であったが、今回その余裕もなかったようである。多門院日記にはこの戦いについて、と記載されており、あまりの手際の良さに、橋を高る高田あたり次郎らの国人衆が巡敬を見限って、松永軍に寝返った様子が伺える。その結果、多門院日記に、と記されているように、筒井軍は、筒井島であった、伏せ城を頼って落ち延びた。 また、高田あたり二郎らの寝返りに激怒した純慶は、同年11月26日に、高田あたり二郎の居城高田城を襲って、城下を焼き討ちした。第六次筒井城の戦いでは、敗れた純慶であったが、三好三人衆軍との連携を強化し、盛り返していった。まず純慶は、筒井城の東南約 6km に位置する。 井戸城に対して中坊修介を将とする増援軍に戦を送り込み、松永軍の動きに対応するため備えた。筒井城は多門山城と四山城の中間地点にあり、松永軍はつなぎの城として重要視したようで、翌永六9年1566年1月6日、松永久秀自身が再敗を振って、筒井城に兵糧と将兵を搬入した。 またほとんど日が経過していない同年1月24日に、今度は、息子の松永久道が兵糧を運び入れようとしていた。この動きを察知した筒井軍はそれを阻止すべく、出兵した。この時の筒井軍の戦力は、まだ整っておらず、大規模な軍勢としてではなく、少数によるゲリラ戦程度であったと思われている。しかし少数であったことが幸いしたのか。 久さ地帯隊に対して多くの死傷者を与えた。この敗戦にもかかわらず筒以上城を重要な拠点として捉えていたのか、4日後の1月29日に久さ地帯隊が再び兵糧を搬入した。その後も松永軍は筒以上城に補給を続けたようだが、同年4月11日に準慶と三吉三人衆の連合軍は7000の兵で奈良近辺に押し寄せ、 翌4月12日に、松永軍の偵察隊と交戦したが、両軍は激しく激突するまでには至っていなかった、ようである。翌4月13日には、多門山城の南側の古市に侵入。また、同年4月21日には、美濃省城がつつい、三人衆連合軍へ降伏し、城を明け渡したので形成はつつい、三人衆連合軍側に逆転しつつあった。 劣勢にあった、松永軍は奇策に出た。細川領域には、とあるように、久秀は、同年5月19日に、多門山城を出発し節の国人衆や、畠山厚生軍と合流し、三人衆の機内の本拠地である堺を六千の兵で、包囲した。しかし三人軍の動きも素早く、松永軍の後を追って、一万五千余りの兵で、松永軍を逆に包囲した。 久秀は、海合衆に仲介を申し出、和儀を取り付けた。この和儀を結んでいる最中に、堺に出兵していたためて薄になっていた筒井城を、筒井軍が攻撃した。まず筒井軍は、筒井城の周りを取り囲んでいた陣章を襲い、これを焼き払った後に、筒井城を攻め立て、同年6月8日に、筒井城は落城し、純慶の手に戻った。これ以降、は、 松永軍の攻撃へのような城として使用されて行くことになる。この戦いは三次衆州軍は堺に出向いていたため、筒井軍が単独で脱海したものと思われている。頻繁に松永軍が補給したのにもかかわらず、工場戦にあたって筒井軍に大きな損害が出なかった理由とて、堺兵の敗北から完全に立ち直っていなかったことと、もう一つには、 阿波にあった三吉家の悲観、篠原長房が、摂津兵庫に上陸するべく、軍勢を整えていたために、その対策に迫られた久秀には、腰を据えて、筒井城を守り抜くゆとりがなかったからであると指摘されている。その後三吉三人衆は、目していた三吉長家の死を世間に公開し、摂津山城の各諸城を落城させてゆく。劣勢になっていた。 松永久秀に、翌永六十年、1567年4月6日、三好義嗣らが保護を求め、金山坊、三好安永、安見宗夫さらも同調したようである。これにより、松永軍は、活気づき、逆に激怒した三好三人衆は再び山和に入国し、筒井軍と連携し、多門山城を攻撃する。 この多門山城を向上している最中の同年9月28日、筒井淳慶は、春日大社をもう出た。この時、総経験大僧図を開始として得し、筒井藤正から解明し、筒井大春坊淳慶が、誕生、正式に幸福寺首となった。18歳であった。その後東大時代仏殿の戦いとなり、勝利した松永軍であったが、三人衆。 筒井連合軍と断続的な交戦状態にあった。翌六十1年、1568年6月29日、死に山城の戦いで死に山城が落城すると、同年9月2日、山城木津城にいた三人衆の一人、三好正康が、平営3千で大和に侵攻し、それに、筒井軍が応じた門山城を攻撃し、松永軍は再び窮地に立つことになる。 この久秀に助け舟を出したのが、観論事情の戦いで勝利し、同年9月26日に上落を果たしたばかりの織田信長である。この時に久秀は、京都にいる信長に、出資を入れ教順の意を示す。その後、織田軍は、三人衆の一人、岩成智道の昇龍事情を、同年9月28日、さらには、三好町一の芥川山次郎、 同年9月30日に落城させると10日間ほど、芥川山城に入った。この時の様子は、足利清樹によると、とあり、数多くの諸将の来訪があり新朝へ味方したようで、ある。その中に、松永久秀、久道不死と、三好義継の姿もあった。3人は10月4日に、芥川山城で、信長に拝越し、 信長は義継には河内上半国志護と若江城を、畠山高生には河内下半国志護を与え、松永不死には、あっと山とを武力で奪い取るよう命じた。同日、筒井軍の寄木州も信長に同行していた足利義明に配越し、織田軍に属することを求めたようだが、こちらは拒否されたようである。信長は、細川藤高、佐久間信盛。 まだこれまさら二万の援軍の約束をし、久秀は再び大和に帰国し後世に出た。六角氏や三人衆をことごとく破っていた。織田軍の軍事力は圧倒的と見たのか、筒井軍を見限って、松永軍に攻撃する者もいた。代表格は、菅旅前神で、第六次筒井上の戦いですでに寝返った、橋尾高春らと共に、同年9月25日、 十四条を攻撃し放火して回った。それ以外にも郡山向かいし、小泉秀元らも、密かに松永久秀に通じたようである。孤立無援になった筒井軍に、松永軍が襲いかかったのは、同年十月六日、工場の戦法を務めたのは、昨日まで筒井軍にいた郡山向かい隊である。信長の援軍が到着する、松永軍の指揮は、 極めて盛んであったと思われている。まず時の声を上げて、工場を開始し、城下の家々を焼き払った。城の間際まで焼き、筒井軍も防戦したが、次第に打ち取られていき、筒井城が落城したのは二日後の同年十月八日の夕刻であった。純慶は、東山中の福住中篠田城に落ち延びていった。織田軍の援軍が大和に入国したのは、二日後の、 同年10月10日に、東正大寺に陣を張ったと思われている。その後10月15日に、豊田城が、11月15日に十四城が、落城したのをはじめ、多くの大和の諸城やその城下が焼き打ちにあったり、落城したりで大和は、一旦久秀の二手に落ちることになる。しかし、元気2年、1571年8月4日、辰野一城の河戦で、松永軍が敗北すると、 明智光秀の仲介のもと、織田軍への貴族が許され、純慶は筒井城に帰城できた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。